おい、また私のプリンを食べようとしてるな。聞く。そのプリンは私のだから横取りするなと約束しただろう。そんなこといつ約束したっけな？それって何時何分何秒地球が何回回った時？あ、そんな小学生みたいなこと言いやがって。ふーん、ほらほら、言ってみなよ。よし、いいだろう。それなら答えてやろう。無理だね。地球の年齢なんてわかりっこないもんね。ふふ、それが地球の年齢がわかる方法があるんだぞ。え、ほんと？地球が今何歳って知ってるの？教えてほしいなら、そのプリンを返せ。しょうがないな、ほら。じゃあ、返したから教えてよ。いいか、何時何分何秒？地球が何回回った時？って言われたらこう返すんだ。それって地球が誕生してからの話ですか？それとも、西暦で換算した時の話ですか？まさか、そんなことも考えずに質問してきたわけじゃないですよね。何このひろゆき感。それってあなたの感想ですよね。まあ大人げないけど、売り言葉に買い言葉だ。それで、地球は一体どれくらいの年齢かわかるか？今までたくさん地球の話を聞いてきたんだから知ってるよ。お、頼もしいな。何歳だ？何歳だっけ？おい。約46億歳だ。あ、そうそう。じゃあ、今は西暦46億年。そんなわけないだろ。今は西暦2024年だ。あ、そうだった。あれ？じゃあ、西暦って何なの？西暦は、イエス・キリストが生まれた年を元年としている。ということは、今年でキリストが誕生してから2024年が経ったってことだね。そうなるな。地球は約46億歳。46億2365をかけると、これまで地球が何回自転してきたのかがわかるよね。それを計算すると、約1兆6790億回になる。でもこれは、地球が同じスピードで公転し続けたと仮定した場合だ。なら、昔は地球は自転するスピードが違っていたの？よし、ここからは地球の自転速度についての話だ。地球の自転速度は、時速約1700キロ。一般的なジェット旅客機は、時速800キロから900キロだから。地球はジェット旅客機の倍近い速度で自転していることになる。そんな速かったんだ。では、昔はどうだったのか。星が誕生するとき、星と星の間の空間には大量のガスや塵が多く集まっているんだ。この塵が混じったものから星は形成されていくんだが、地球の場合、塵だったときから自転を始めていたのではないか、と考えられているんだよ。へえ、そうなんだ。その後月の引力の影響で、地球の自転速度は遅くなったと考えられている。じゃあ月の引力の影響を受ける前は、どれぐらいのスピードで自転していたの？ 5 時間で自転していたと言われているな。今の5倍近いスピード？このペースで自転を続けると、1年が1800日ということになる。このことを考えると、さっき説明した地球は、約1兆6790億回自転しているとは言えないな。そうだね。ちなみに今から約25億年前までは、1日が500日だったと考えられている。だんだん遅くなっているんだ。現在と昔の1年間の日数を平均すると、だいたい1年は500日ぐらいになる。このことから、46億 ×500 で自転速度を加味すると、地球は 2.3 兆回回っていることになる。つまり、もし地球が誕生してからという質問だったら、まあ条件が難しいけど、だいたい 2.3 兆回くらいかなーって答えるんだ。わかったよ。でも、なんか壮大すぎて、わかるようでわからない。それでいいさ。宇宙のスケールっていうのは、私たちには想像できないくらい大きい。地球が何億回も回った結果、私たちがいる。そう考えると、日常の小さな悩みなんて小さく見えてこないか？そうだね。でも、さっき地球が46億歳って言ってたけど、それってどうやって数えたの？そんな昔のこと、誰も見てないのにさ。そこが科学のすごいところだよな。実際に誰も46億年前を見てないけど、科学者たちはその痕跡を探してるんだ。痕跡？なんか探偵みたいだな。その通り。探偵が現場で手がかりを探すように、地球の歴史も手がかりを集めて推理するんだ。具体的には放射性元素っていう、すごく頼りになる証拠がある。放射性元素？それって危なそうな響きだけど。よく気がついたな。放射性元素は時間が経つと、別の元素に変わる性質があるんだ。例えばウランがだんだん鉛になる、みたいにな。ウランが鉛に？なんか、それ。魔法みたいだな。まあ、科学って一種の魔法みたいなもんだよ。これが地球の年齢を測るのに役立つんだ。どういうこと？例えばウランが鉛に変わるスピードって、ものすごく正確なんだ。
それを半減期って言って、ウランが半分の量になるのにかかる時間が約45億年なんだよ。え、そんな長い時間で変化するんだ。それなら、ウランがどれだけ鉛に変わったかで、年齢がわかるってこと？その通り。つまり、ある岩石に含まれるウランと鉛の量を調べれば、その岩石がいつできたかがわかるんだ。なるほど。なんか頭がこんがらがってきたけど、岩石が地球の年齢を教えてくれるってことか。ああ、科学者たちは、地球で一番古い岩石や隕石を探して、それらに含まれる放射性元素を調べることで、地球がどれだけ古いかを突き止めてるんだ。それってどこにある岩石なの？実は、地球のいろんな場所で見つけられるんだけど、一番有名なのは、カナダやオーストラリアにあるすごく古い岩石なんだよ。そこから地球の年齢を調べるヒントを得てる。じゃあ、地球の年齢が分かったのって、カナダとかオーストラリアのおかげ？それもあるけど、もっとすごいのは隕石なんだ。隕石？それ、地球と関係あるの？実は終わりだ。隕石は太陽系ができたばかりの頃のタイムカプセルみたいなもんで、宇宙空間にある間はほとんど変化していない。だから地球の原始的な材料を知るためにぴったりなんだ。宇宙から来たタイムカプセルか。なんかかっこいいな。だろ？科学者たちは隕石を調べて、地球や太陽系がどれだけ古いかを推測してるんだ。だから、地球ができたのがだいたい46億年前ってわかったんだよ。でもさ、なんで隕石なの？他の星でもよくない？隕石が特別なのは、太陽系が生まれた頃からほぼそのまま残ってるってことなんだ。地球の岩石は、地殻変動や火山活動でリサイクルされちゃうけど、隕石は当時の状態を保ってる。だから、46億年という年齢が信頼できるものになる。なるほど、地球の岩石が変わりやすいから、隕石が頼りになるわけか。地球のことを知るために、宇宙からヒントをもらうなんてすごいな。科学者たちは地球の年齢を知るために、いろんな方法を使ってきたんだ。最初は地球上の化石や岩石を調べて、次に月の岩石、そして隕石の分析へと進んでいった。じゃあ、いろんな方法を試して、最後に隕石で46億年って確信したんだね。そうなんだ。もちろん、46億年という数値は少しの誤差はあるけど、だいたいそれくらいってことで科学者たちは納得してる。科学って本当にすごいな。46億年も前のことがわかるなんて。しかも、地球の年齢だけじゃなくて、太陽系全体の歴史もわかってくるんだ。へえ、すごいな。そういえば、地球にも寿命ってあったりするの？厳密に言うと、地球自身に寿命はない。だがしかし、地球も永遠に続くわけじゃなくて、いつかは終わりが来るんだ。なんか、ちょっとショックだな。でも、寿命はないのに終わりが来るってどういうこと？地球の寿命が尽きる原因の一つは、実は太陽なんだ。科学者たちの予測では、地球が太陽に飲み込まれると言われているんだ。え、太陽が関係してるの？あの毎朝上がってくる太陽が、地球の寿命を縮めるってこと？まあ、今はありがたい存在だけど、長い目で見ると太陽も変化していくからな。太陽は永遠に同じ光を放ってるわけじゃないんだ。でも、太陽が変わるってどういうこと？なんか毎日変わってるようには見えないけど。太陽は恒星って呼ばれる星の一つで、時間が経つと燃料を使い果たしていくんだ。今は安定して燃えてるけど、その燃料も無限じゃない。じゃあ太陽が燃料切れになるってこと？そうだ。どういうこと？太陽って今はいい感じに光ってくれてるのに、なんでいきなりそんなことになるの？いい質問だな。実は太陽も寿命があってな。今から約50億年後くらいには寿命を迎えるって言われてるんだよ。そんな、太陽がなくなるなんて。しかも、なんで死ぬ前に地球まで飲み込もうとするわけ？まあまあ、焦るな。太陽の最後はかなりドラマチックなんだ。太陽は今、水素っていう燃料を使って自分を燃やしてるんだけど、この水素がだんだん減ってくると、次はヘリウムっていう別の燃料を使って燃え始めるんだ。ガスが変わるんだね。でも、それでどうして地球に影響が出るの？その燃料の変化がポイントなんだ。ヘリウムが燃え始めると、太陽の中心がぐっと縮むんだけど、その分、外側のガスがすごい勢いで膨らんでいく。で、その結果、太陽の大きさがどんどん大きくなって、赤色巨星っていう状態になるんだ。ふむふむ。つまり、太陽が燃え尽きる前に、巨大な風船みたいに膨らんでいくってこと？そうそう。想像してみてくれ。今の太陽の大きさから、なんと100倍くらいにまで膨れ上がるんだ。もしそんな風船みたいに膨張したら、地球もその中に飲み込まれちまう可能性が出てくるってわけさ。100倍、それってやばくない？でも、地球が飲み込まれる前に私たちが暑さでやられちゃいそう。よく気づいたな。実際、地球が飲み込まれるよりも前に、太陽がどんどん熱くなって地球の温度も上がっていく。
まず海が蒸発して、地球は焼け焦げた星になっちゃうんだ。うわぁ、サウナどころじゃないな。完全に焼き上げられちゃうってことか。その通りだ。だから、太陽の膨張が進んで地球に影響が出る前に、なんとかして地球を安全な場所に引っ越しさせるか。地球以外の星に移住する手段を考えなきゃならないってわけさ。なんか、いきなり超未来 SF みたいな話になってきたぞ。太陽もそんなにドラマチックに変わるなんて、ちょっと想像つかないな。わかるわかる。けど、これは科学者たちがちゃんと観測している未来予想図だから。意外とリアルな話なんだぜ。50億年後にはそうなるって計算されてるからな。50億年って言われてもピンとこないけど。ま、今のうちに引っ越し先とか考えておくに越したことはないな。いざという時のために、地球や他の星で生き残るための準備を進めていくのは、大事なことだぞ。なるほどね。まだまだ先だけど、いずれ避けられない運命だ。50億年。それなら私たちが心配する必要はなさそうだけど、それでもやっぱり寂しいな。地球って結構あっけなく終わるんだな。あっけないというより、長い間存在してきたってことを忘れちゃいけないな。今までの46億年の歴史も長いけど、あと50億年も太陽系の一員として存在するんだぜ。そう考えると、地球って長生きしてるんだな。じゃあ、50億年後に地球が太陽に飲まれたら、その後どうなるの？太陽が赤色巨星になった後、最終的には白色矮星っていう小さな星になるんだ。白色矮星？聞いたことあるような？簡単に言うと、太陽が燃え尽きた後に残る小さくて密度の高い星のことだよ。エネルギーを放出しなくなるから暗くなっていくんだ。あれ？それじゃあ太陽がなくなった後は、地球もずっと暗いままってこと？まあ、そうなるな。もっとも、その時には地球は跡形もなくなくなってる可能性が高いけど。何でも終わりがあるのは仕方がないけど、なんか切ないな。それも一つのサイクルさ。地球が消えた後も、宇宙には他の星や惑星が生まれて、また新しい物語が始まる。ふわぁ、想像もできないくらい壮大。じゃあ、50億年後に地球が消えたとして、その時までに私たちが生き延びる方法ってないのかな？それが次の話題だ。実は、科学者たちは地球を動かすっていう、まるで SF みたいなアイデアも考えてるんだ。次は、地球を動かすための具体的なアイデアについて話していくぞ。え、地球を動かすって、そんなことできるの？理論上はな。もちろんものすごく難しいし、現時点では夢みたいな話だけど。太陽が赤色巨星になる前に地球をもっと遠くの安全な場所に移すことで、太陽の膨張から逃れられるかもしれないって考えられてるんだ。いやいや、地球みたいに大きな惑星を動かすなんてどうやるの？それこそ、魔法の力が必要だよ。まあ確かに、今の科学技術じゃ到底無理だ。でも、例えば恒星セールとか巨大なエンジンを使って、少しずつ地球の軌道を外側にずらしていく方法が提案されてるんだ。恒星セール？なんかかっこいいけど、どういうものなのかさっぱりわからない。簡単に言えば、光の力を帆で受け止めて、それで物体を動かすっていう技術なんだ。光で物体を動かす？なんか、ただの光じゃ全然力にならない気がするけど。そう思うだろ？でも、光も実は少しだけ圧力を持ってるんだ。例えば太陽の光も、毎日私たちに降り注いでるけど、わずかに押してる力があるんだよ。へぇ、光が押すって言われても、いまいちピンとこないな。風みたいに感じるわけじゃないし。そこなんだよな。でも、じゃあこんな風に考えてみろ。風が吹いた時にヨットの帆が風を受けて動くように、光を風みたいにして使うんだ。で、帆を張ってその光の風を受けるんだよ。なるほどね。ヨットみたいに、光の力を帆で受けるってことか。でも、どんな帆が必要なの？それがポイントで、普通の帆じゃダメなんだ。恒星セール用の帆は、超薄くて超軽く作られてるんだよ。例えば、アルミホイルよりもずっと薄い素材で作って、しかも反射率が高いんだ。アルミホイルより薄いのか。それって、ペラペラすぎてすぐ破れそうじゃない？確かに、めちゃくちゃペラペラだけど、それでも壊れないように技術が進化してるんだ。で、こういうセールを宇宙で広げると、光が当たった時の力でじわじわと押されて、少しずつ動くようになる。ふむふむ。でも、そんなにゆっくり動くなら、地球を動かすには何年もかかるんじゃないの？それはその通りだ。恒星セールは速さじゃなくて、少しずつ力を加え続けることで、ゆっくりと地球を安全な距離に移動させるって発想なんだ。だから、何百年もかけて少しずつ動かしていくイメージだな。なるほど、地球の引っ越しには根気が必要ってことか。って、待ってよ、何百年って私たちが生きてる間に終わらないじゃない。まあ、今すぐには必要ないからな。太陽が赤色巨星になるまでに、
ゆっくり準備していく感じだ。いざという時に使えるようにしておくのが大事なんだよ。技術の完成までには気が遠くなるくらいの年月がかかる。でも、50億年後の話だから、それまでに技術が発展すれば、あるいは可能になるかもしれないってわけだ。壮大なスケールの話なんだね。でも、地球を動かすなんて、いざ実現するとしたら大変そうだな。もちろん、他にもリスクがいっぱいあるだろうな。もし移動中に地球がバランスを崩したら、今の気候や生態系にも大きな影響が出る可能性があるし。確かに。海や陸のバランスが崩れたり、気温が変わったりしたら、私たちの生活もガラッと変わっちゃうかも。でも、それでも地球の引っ越しを検討する価値はあるかもしれない。もしも人類が未来に生き延びたいと思うなら、こうした大胆な手段を考えるのも一つの選択肢だ。そうか。地球を救うためには、私たちが考えもしないようなアイデアが必要なんだな。ああ。けれど、それまでにもっと簡単な解決方法が見つかるかもしれないし、宇宙全体での解決策を探るのも重要だな。うん、地球を守るためにできることを考えるって、なんかワクワクしてきたよ。でも同時に、未来の地球にとっての大切な問題でもあるんだな。その通り。今はまだ夢の話かもしれないけど、地球が安全に生き延びられる未来を見つけるために、科学者たちも日々努力してるんだ。なんか、未来の地球を救うために私たちも少しは役に立てることがあるといいな。その気持ちがあれば、きっと何か大きなことを達成できるはずさ。地球が太陽に飲まれる前に地球を安全なところにお引っ越しさせるって、なんか壮大すぎて SF みたいな話だよね。そうだな。でもさ、さっき恒星セールっていうのを使って、地球を太陽から少しずつ遠ざける方法があるって言ってたけど、他にどんな方法が考えられてるの？いい質問だな。実は他にも、地球を移動させる方法はいくつか提案されているんだよ。例えば、巨大ロケットや宇宙エンジンを使って、地球をじわじわと軌道からずらしていくというアイデアもあるんだ。へぇ、巨大ロケットか。それって地球に取り付けるの？なんか想像しただけで面白いけど、どうやってそんなものを取り付けるんだろう？まあ、あくまで構想の一つだけど、例えば地殻プレートの上に巨大なエンジンを作って、地球の自転や公転の力を利用しつつ、少しずつ軌道を変えていくっていう考えもあるんだ。なるほど、地球の回転のエネルギーを活用するってことか。けど、そもそもそんな大きなエンジンって作れるの？地球にとってのブースターみたいなものでしょ？まさにその通り。けど、現時点の技術じゃまだ無理だし、作ったとしても莫大なエネルギーが必要になるから。課題は山積みだ。でも、未来にはもっと効率のいいエネルギー源や、新しい物質が開発されて、実現可能になるかもしれない。それでもちょっと遠い未来の話だな。他にもっと現実味がある方法はないの？そうだな、重力トラクターっていう技術も面白いかもしれないな。これはもともと、小惑星の軌道を変えるために考えられたんだけど、地球にも応用できるかもしれないって言われてるんだ。重力、トラクター？農場で使うあのトラクターの仲間？ちょっと違うけど、イメージは似てるな。それってどういう仕組みなの？これは、めちゃくちゃ大きな物体を地球の近くに置いて、その重力を使って地球を引っ張って動かす方法なんだ。つまり、重いものを近くに置いて、それで地球がゆっくり引っ張られるってこと？そうそう。例えば、地球の横に重力の強い巨大な宇宙船を浮かべておくと、その重力で地球がほんの少しずつ引っ張られるんだ。これを何年も続けることで、地球の位置を少しずつずらせるってわけだ。おお、それも面白そうじゃん。でも、どれくらいの重いものが必要なの？そこが難しいところなんだよな。実際、地球を動かすためには相当な質量のものが必要で、ちょっとやそっとのサイズじゃ足りないんだ。例えばどれくらいの大きさ？簡単に言うと、めちゃくちゃでかい。少なくとも小惑星くらいの大きさがないと厳しいって言われてる。え、小惑星って、そんなでっかいものを地球の横に置くの？危なくない？それが最大の問題なんだよな。巨大な小惑星や大きな宇宙船を地球の近くに置くってだけでも、地球にとってはリスクが大きい。もし間違えてぶつかったら、それこそ地球が大ピンチだ。うわぁ、確かに、超危険なバランスゲームみたいだ。しかも、そんな大きな物体を宇宙でピタッと止めるのも相当難しそう。そうなんだ。だから、重力トラクターは面白いけど、実現するためには膨大な準備と技術が必要なんだよ。地球の軌道に影響を与えずに、安全な距離を保つにはどうするのか。つまり、計算をミスったら地球が壊れるリスクがあるってわけか。なんだかスリル満載でおっかないよ。まあな、怖がる気持ちはわかるさ。どんなに小さなミスでも、地球に災害が起こりかねないからな。
しかも、これには膨大なお金と時間もかかるし。宇宙船や小惑星を動かすだけでもすごいエネルギーがいる。お金もかかって、リスクも高くて。でも、それでもやる意味ってある？うん、それがこの方法のロマンなんだよ。いざ太陽が膨張して地球が危なくなった時には、この重力トラクターが未来を救う可能性があるってわけさ。なるほど、そういう未来のための保険みたいなものってことか。でも、聞けば聞くほど壮大すぎてワクワクするけど、成功するイメージが湧かないな。だろう？それだけに実現できたら、人類史上最大のプロジェクトになるかもしれない。だからこそ、いろんな方法を研究しておくのが大事なんだ。わかったよ、未来の科学者たちに期待ってことだね。他にはどんな方法がある？他には、レーザー推進を使う方法もある。レーザーで地球を動かす？なんか SF 映画みたい。まあ確かにな。でも考え方はシンプルなんだ。宇宙に強力なレーザーを設置して、そのレーザーで地球を少しずつ照らしてやるんだよ。レーザーで地球を照らす？それって地球がこんがり日焼けしちゃうんじゃないの？日焼けサロンじゃないぞ。なら、どうやってレーザーで地球を動かすの？実は、レーザーの光が地球に当たると、ほんのわずかだけど反作用が起きるんだ。その反作用で、地球がじわじわと押されて動くってわけだ。でもそれって、なんか全然力にならなそうじゃない？そんな微弱な力で地球なんて動かせるの？確かに、たった一回レーザーを当てたくらいじゃ、地球はびくともしない。でも、これをずっと何百年もかけて照射し続けたら、地球が少しずつだけど動き出す可能性があるんだ。何百年も？そんな長い間、レーザーを照らし続けるの？すごい根気がいるね。その通り。しかも、ものすごい量のエネルギーが必要になるし。ちょっとでもレーザーの方向がずれると地球が思った方向に動かないから、かなり難しいんだ。なるほどな。じゃあ、どんなレーザーが必要なの？普通のレーザーポインターじゃダメでしょ？もちろんそうだ。宇宙に設置するレーザーは、超高出力で。しかも安定して動かせるものじゃないといけないんだ。例えば、宇宙基地くらいの規模でレーザー施設を作る必要があるって言われてる。宇宙基地レベルか。そりゃまたすごい規模だな。でも、そんなに長期間もレーザーを当て続けたら、地球が火傷しそう。ははは、確かに。もちろん、地球が燃えたりしないように、弱めの出力でじわじわと照らすんだ。だからこそ時間がかかるんだよ。なるほどね。いやー、地球を動かすって本当に壮大なプロジェクトなんだな。でも、いざとなったらその方法で地球を守れるかもってことか。そういうこと。未来の技術がもっと進化すれば、レーザー推進も地球の引っ越し方法として、現実的になるかもしれない。でも、どれも時間がかかりそうだな。太陽の膨張に間に合うの？確かに、どの方法も膨大な時間が必要だし、すぐに実現できるわけじゃない。だからこそ、今から技術を進めていく必要があるんだよ。そっか。未来の人たちは、地球を守るためにいろんな方法を考えなきゃいけないんだね。にしても、地球を動かすって壮大な計画すぎるよ。そうだな。けど、いつか宇宙空間での生活や、他の星への移住が現実になる時代も来るかもしれないし。選択肢を増やしておくのは重要なことだよ。宇宙移住か。地球を引っ越しさせるのが無理なら、いっそのこと別の星に住むっていうのもありか。その通り。そうなれば地球を無理に動かさなくても、宇宙で安全な場所に住めるようになるかもしれない。そうした技術開発も、今後ますます注目される分野になるだろうな。うんうん。地球を動かす話、なんだかワクワクするけど、具体的にどれくらいのエネルギーがいるの？これが、とんでもない量のエネルギーが必要なんだ。どのくらい？わかりやすく言うと、今の人類が1年間で使うエネルギーの何万倍も必要だって話だ。1年分を何万倍？すごい量。だろ？例えば、人類が全力で何万年もエネルギーを蓄えてようやく動かせるくらいなんだ。ちょっとしたエネルギーじゃ全然足りない。それ、実現するのはほぼ無理そうじゃん。じゃあ、地球を動かすのはやっぱり夢のまた夢なのか。まあ、今の技術だけじゃ厳しいけど、未来ではもっと効率のいいエネルギーの使い方や、想像もつかないような新しいエネルギー源が見つかるかもしれないから、完全に無理とも言い切れないんだよ。確かに、科学の進歩ってすごいもんな。でも、そのエネルギーの量をどうやって集めるの？例えば、太陽光をもっと効率よく集める、ダイソン球っていう構想があるんだよ。太陽の周りに巨大な構造物を作って、エネルギーを丸ごと集めようってわけさ。太陽の周りにでっかい壁を作るってこと？それも壮大な話だね。そうだな。実際にそれを作るには、材料も技術もとんでもないレベルが必要なんだけど、もしできれば、地球を動かすくらいのエネルギーを賄える可能性もあるんだ。なるほど。
なんだか地球を動かすって、宇宙規模の話なんだな。地球をちょっと動かそうとするだけで、これだけのエネルギーが必要になるってことは、地球がいかに大きくて重いかも改めてわかるよな。ほんとだな。地球を引っ越しさせるなんて、宇宙一のパワーが必要ってことか。そう。だからこそ、実現できるかどうかは未知数だけど、それを考えるのが科学の面白さでもあるんだよ。いつか地球を引っ越しさせられるようにエネルギーの勉強でもするか。はは、いい心がけだな。科学の夢は大きいほど面白いからな。思いついたんだけど、世界中の人間すべてで地球に張り手を食らわすのはどうだ。どすこい、どすこい。地球よ、動け。これで地球が動くと思うんだよな。それはやめとけ。そんな方法で地球が動くなら、科学者たちは苦労しないだろ。やっぱりダメか。まあ、いざとなったら地球以外の星へ移住する方法もあるからな。火星移住や月のコロニー建設といった現実的な計画もあるから、そう心配しなくてもいい。科学者たちが人類や地球を救う手を日夜考えているからな。そっか。じゃあ、私は火星移住のため宇宙スーツの着方を勉強しとこうっと。それもいいけどまずは科学の勉強からだな。科学の知識はこのチャンネルを見てるから大丈夫だもん。でしょ？あはは、確かにな。